はいはい、どうも松尾酒造のこれ知ってますなんですけど、ね、今日はですね、いろんなアパレルメーカーさんあると思いますけど、アパレルメーカーさんの名前の由来っていうのをちょっと紹介します。まず、ユニクロさん、まあ最近ゴルフでもあったりテニスでもあったり有名になってきましたね。ユニクロさんはね、ユニーククロージングウェアハウス、ユニーククロージングウェアハウスっていうのが始まりだったらしいですね。その当初、略称の英語の通りはユニクロということで、UNICLO やったんですけど、登録するとき、香港に登録するときユニクロの、C が Q になっちゃったらしいんですよ。それでそのままユニクロというふうにしてるらしいんですね。ユニクロの、元はユニーククロージングウェアハウスということですね。どういうことでしょう。まあ、その変わったことを押してウェア、弱がりですけどね。それからエドウィンね、デニムとかジーンズ有名エドウィン、ここはね、江戸で勝つという噂もありますので、まあ、確かに江戸勝つとか言ってエドウィンって言ったりするんですけど、これはまあ都市伝説で、エドウィン、デニムの D と E を、デニム、D-E-N-I-M、D と E を逆転しまして、AD ですね、ADN ね。で、最後の3つ、NIM、これも、いわゆる逆転、反転させて、180度反転させて、ウィン。で、エドウィン。命名したそうですけど、ややこしいですね、これもね。よくこんな考えたと思いますけどね。ビームス、これ有名ですね。まあ、オリジナルの服をしてますし、いろんな自分のところで服を選んで売ったり、雑貨売ったりしてますけど、この創業者の設楽悦三さんというね、新興という会社をしてるね。新しい光る新興。光るから取って、まあ、ビームス、ビームっていうことで、ビームスということをしてるらしいですね。それから、ユナイテッドアローズ。これは元ビームスの重松さんが、ワールドがバックアップで出てきて、を立ち上げたそうなんですけど、毛利元就の三本の矢を考えて、ユナイテッドアローズとしたそうですね。なるほどね。で、ワールドさん、これ有名ですね。ワールドさんは、まあ、世界羽ばたき企業をするということでしたそうですね。まあまあ、いろんな、感じでね、まあ、ミキハウスさん、子供服のミキハウスさんは、ミキ産業という会社から始まったそうですね。まあ、島村さんとかもですね、島村さんは創業者が島村さんっていう方やったかららしいですけどね。そのアパレルもいろんな名前がありますね。松尾酒造のこれ知ってますアパレルの名前の由来でございましたよ。おほほ、まだ定着してない。全然。